環境への配慮から植物で作られた代替肉を選ぶ消費者も増える中アメリカのマクドナルドが代替肉ハンバーガーの試験販売を始めましたこちらが今日から実際に試験販売されたマックプラントですえ、見た目は本物のハンバーガーと変わらないんですが味どうなんでしょうか本物の肉と変わらないですね マックプラントと名付けられたハンバーガーはエンドウ豆やジャガイモなどを原料にした植物由来のパティで作られカリフォルニア州など8店舗で試験販売されています家畜が排出する温室効果ガスは温暖化の一因とされていて代替肉を選ぶ消費者の半数ほどが環境に配慮したいからと回答しているということです